皆さんこんにちは、入江舞です。8月22日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。本日も豊島区新庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りしてまいります。なお再放送はご覧の時間帯に放送しております。本日のお天気ですが、強い台風第9号が暴風域を伴いながら昼過ぎにかけて東日本に上陸する恐れがあります。今後の大雨台風情報に留意してください。さあ、リオオリンピック、つい先ほど閉会式迎えましたね。史上最多41個のメダルという、もう本当素晴らしいオリンピックで、4年後東京オリンピックますます楽しみになりましたね。私も連日テレビの前でこうかじりついて応援していたんですけれども、寝不足だったりとか、あと今日の台風というのも加わって、なんだかこう体の調子が良くないような気がするんですよね。さあ、今日はそんな方々にぜひご覧いただきたい番組内容となっております。今日の番組では原口力也先生の生き生き元気塾ということで、日頃からできる体操やストレッチなどをシリーズ4回にわたりご紹介してまいります。ぜひこの機会に運動習慣を身につけてみてはいかがでしょうか。ということで、ゲストをお迎えいたします。帝京池袋接骨院の原口力也院長です。原口先生、どうぞ本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず原口先生、ちょっとご紹介させていただきますと、帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科の准教授でもいらっしゃり、そして大学内にある医療施設帝京池袋接骨院の院長として、それぞれの患者さんに対応した物理療法や手技療法などオーダーメイド治療を実施されているということなんですよね。はい、原口先生、ではまずご挨拶皆様にお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。帝京平成大学の原口と申します。今日はですね、少しでも皆さんのためになるお話をですね、で自分でできる、少しでも肩だったり体の部位ですよね、それとか楽になるような情報をお伝えできればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、こちらが、帝京池袋接骨院、はい、本院ですね。今こちらは何をされてらっしゃるんですか。はい、これは手技療法ですね。患部に、マッサージを施して、循環を改善したりとかストレッチしたりとかという手技療法というものになります。ちなみにどんな方々がいらっしゃるんですかね。はい、うちはですね、もちろん高齢の方から若い方まで、年齢幅広く、皆さん来られるんですけども、もちろん怪我だったりとか、首、肩、腰の痛みですね、こういう方が非常に多く来院されますね。なんかすごいたくさんいろんな機材ですか。はい、これは どういったものなんでしょうか。はい、治療機器にはですね、いろんな機械があるんですけども、物理療法機械から運動療法に使う機械まで、数多く、最新のものを取り揃えてますね。その中でもオーダーメイド治療ということをされてらっしゃるんですね。はい、そうですね、患者様それぞれに合った、最良のものを提供するというところですね。ということで、日頃からその患者様と、触れ合っているということなんですが、今回この番組出演いただくきっかけというのはどんなことだったんですか。はい、私公開講座とかですね、いろいろ区民の皆様とお会いしたりお話しさせてもらったりする機会が多いんですけども、今回はですね、こういう、テレビにおいてですね、もっとより多くの方に、健康に関しての情報を提供できればなと思いまして。そうなんですよね。ということで、4回のシリーズにわたって放送していくんですが、さあ今日は第1回ということで、原口先生、まずテーマをお願いします。はい、皆さん今日のテーマは肩こりです。肩こりです。はい、よろしくお願いします。肩こりです。肩こりですありがとうございます。いや、肩こり、なんか私もやっぱりこうなんかもう連日オリンピック、本当にテレビこう前のめりで見てたので、すごいなんか肩こってるなっていう気するんですけど、もうそもそも肩こりって何なんですかね。はい、そうですね、皆さんよくそう言われるんですけども、肩こり病じゃないんですよね。肩こり病気ではない。病気ではないんですよね。実際肩が凝るという症状の一つなんですよね。はい、熱が出て咳が出るとか、頭痛がするっていうのも一緒なんですけども、頭痛病ではないですよね。肩こりも肩が凝るという症状ですね。ですから原因があるということですよね。ちなみにどういった原因が考えられるんですか。はい、もちろん肩こりの原因というのはですね、首の問題、あとは目、顎、背中、背骨ですよね。こういうところが原因になることが多いですね。
じゃあ本当肩こりにもいろんな原因があるということなんですね、はい、肩こり自体にもパターンというか種類っていうのはあるものなんですか？ありますね。どこから来る肩こりなのかっていうのが一番大きい要素になりますね。まあ、中には本当目、顎、あと首、背中、はい、背骨ですよね、まあ、どこからの肩こりなのかというのをちゃんと見極めることが大事ですね。原因は結構見極めることができるものなんですね。はい、できますね。そうなんですね、まあ、いろんな原因があるということで、今日はその肩こりを予防というか改善できる、はい、ストレッチを教えていただけるということなので、ではまずちょっと、ね、VTR をご覧いただきながら教えていただきたいと思います。はい、さあまずはこれ胸椎って読むんですかね、はい、胸椎ストレッチ。そうですね、はい、まあ、背骨の中で、まあ、首の骨、まあ、背中の骨、腰の骨というのがありますけど、ちょうど背中のところですよね、はいはい、ここにですね、まあ、ストレッチポール、ご自宅ではバスタオルを丸めていただいて、はい、まあ、そこに入れ込んであげる、うん、まあ、背中を伸ばすというストレッチになりますね。あ、これをまあバスタオルなりをこう丸めていただいて、はい、これ腰の部分に当てていただいて、少し反るという形ですよね。よく猫背とかっていう言い方をしますけども、はい、まあ、背中が丸くなってしまう、まあ、それを少しこういうポールを入れてあげて逆に反るということですよね、はい、これは腕を曲げて万歳のような形をして、足もこう90度というか、はい、縦膝にしてですね、その方がですね逆に負担が、はい、腰に対しての負担が少ないので、あ、まあ、こういうやり方が一番優しいかなと思いますね。ちなみにどれくらいの時間これは 寝転がってればいいんでしょうか？はい、まあ、30秒から1分ぐらいでいいと思いますね、まあ、これを1日2回朝晩とかにやっていただければ十分、はい、まあ、背中のストレッチになりますからね、はい、まあ、まず安心安全なストレッチになりますからね、はい、これね、ご自宅で、まあ、普通にこうリビングで寝転がってとか、はい、簡単にできそうですね。はい、そうですね。でも肩こりなのにこの胸椎というか、胸椎ってちなみに どのあたりなんですか？はい、そうですね、はいはい、胸椎、まあ、この骨格模型でお話ししますと、はい、まあ、ちょうどこの部分になりますね。肋骨がついているところです、はい、これが胸椎と言われるところになりますので、へえ、まあ、なぜ肩こりにこの胸椎かということになるんですけども、はい、関係なさそうな気がします。そうですね、はい、あの背骨というのが、まあ、首、背中、腰というのがあるんですけども、うん、まあ、積み木を積んであると同じような状況になっていますので、はい、背骨を上手に積んであげるということが重要になってきますので、あくまでも肩が凝る症状があっても、はい、まあ、背中、腰というところからしっかり見てあげることが大事ですね。なるほど。じゃあ本当にその下の部分からこう綺麗に整えてあげると肩こりも改善されたりっていうことが考えられるんですね。はい、そうですね。患部だけではなくてそれ以外のところもしっかり見るということが大事ですね。はい、なるほど。だからやはりあの症状というふうに捉えてこう原因をちょっと探っていくという形なんですね。はいはい、さあまずは胸椎ストレッチでございました。では続いては、大胸筋ストレッチです。はい、こちらまずやり方としては、はい、壁にですね、はい、手をついて、まあ、90度よりもちょっと上ぐらいですね、高い位置に手をついていただいて、はい、まあ、足を半歩踏み出すような形になりますね。こう体重を、ま、前の足にかけるようなイメージで、はい、そうですね、まあ、このストレッチは非常に有効ですね。はい、実際ですね、肩が凝るというのは肩の、まあ、後ろ前、まあ、後ろ側ですよね、これが張るんですけども、はい、うん、この前の筋肉、その胸の前の筋肉を伸ばすことによって後ろが楽になるので、はい、どうしても皆さん肩を揉んだりとかあるんですけども、はい、この胸の前の筋肉をストレッチすることによって肩が楽になりますね。これは結構いいですよ。これ肩こりって後ろじゃないんですか、はい、この前の胸って関係あるんですか？あるんですね。こうどうしても前の胸の筋肉が緊張してしまうと肩がなで肩になってしまうので、はい、いや、そのなで肩を取るために胸の前の筋肉をストレッチしてあげるということになりますね。肩こりっていうのは筋肉が硬い状態のことなんでしょうか？そうですよ。あの循環障害ですよね、はい、筋肉が硬くこわばって循環障害が起こってる、はい、まあ、状況ですね。まあ、それをストレッチすることによって循環を改善させるということですね。はい、なるほど、はい、じゃあ直接マッサージというよりかは、はい、こういったその前の部分が重要だったりとかもするっていうことなんですか？うん、はい、へ、実際この大胸筋というのはですね、はい、
この胸のこの胸の胸骨という骨から始まりますけれども、これ肩甲骨のところまでついています。こういう大きい胸の前の筋肉になります、はい、これが緊張してしまうと、はい、後ろの肩甲骨が前に寄ってきちゃうんですよね。猫背になってしまう。猫背になってしまうんですね。でこれを逆に肩甲骨を胸を張りますよと言ってもですね、この前の筋肉が緊張していると胸が張れないんですよね。ですからこの前の筋肉をストレッチしてあげてから胸を張る、まあ、ストレッチですね。これが非常に効果的ですね。なるほど、はい、あじゃあ姿勢を保つためにも結構この大胸筋って重要な部分になるんですか。はい、大事ですよ。はい、じゃあ本当に前と後ろ の, このバランス、はい、重要なんですね。前後バランス、左右バランス、左右バランス、はい、これも重要になりますね。じゃあぜひこの大胸筋ストレッチ、はい、まあ、これも、まあ、10秒から20秒程度、うん、はい、はい、まあ、1日朝晩、はい、やっていただければ非常に効果的だと思います。はい、うん、はい、まあ、これもね簡単にね家の中でできそうですよね、うん、はい、さあそして続いて3つ目のストレッチは肩甲骨ストレッチです。はい、こちらまずやり方としては、はい、この肩甲骨を大きくですね、前から後ろ、後ろから前に動かす、はい、まあ、ストレッチの方法なんですけども、はい、まあ、よく皆さん手を伸ばした状態で大きくぐるぐる回すということがある、はい、はい、多いですよね、はい、まあ、しかしながらですね、それをやってしまうとですね、実際肩の関節が動いているだけで肩甲骨が動かないパターンがあるので、はい、まあ、少し肘を曲げてあげて動かすと、この方が効果的ですね。この指先を肩の部分につけて、はい、こうじゃあ肘でこう円を描くようなイメージ で、はい、肘を大きく回す、動かす、円を描くように回すと、はい、そうすると肩甲骨が動いているのが意識できると思います。これも前回し、後ろ回し、後ろ回し、はい、はい、どれくらいやったら10回ぐらいでいいですか。はい、まあ、前後ろ10回ずつぐらい、これも朝晩ぐらいやっていただければいいと思います。はい、今ね肩甲骨が動いてるというのがよくわかりますよね、はい、この肩甲骨なかなか動かせない方が多いので、はい、まあ、こうやって肘を曲げて意識できるようなストレッチの方法がいいと思います。なるほど。いや、このよく四十肩だったり五十肩だったり、はい、肩が上がらないとかいう方ありますけど、うん、こういったストレッチとかって有効だったりするんですか。はい、有効ですよ。肩関節ですね、はい、はい、肩の、はい、ご説明いただきましょう、はい、肩の関節、皆さん一般的に肩はどこですかと言われるとここの関節のことを肩というんですけども、はい、そうですよね、まあ、しかしながら運動を動かすということを考えればこの肩甲骨の動きというのが非常に重要になりますので、はい、肩甲骨の動きにこの腕がついてくる、はい、それで肩関節が一緒に動くよというようなイメージなので、まあ、肩を漠然と動かしましょうというよりも、はい、まず肩甲骨を動かしましょう、その次にこっちの肩を動かしましょう、はい、というふうに分けてあげたストレッチだったり運動が非常に効果的ですね。その肩甲骨を動かすと自然とこの肩というか動くような形になっているってことですか。はい、はい、肩甲骨というのはですね、はい、手を上げるためには肩甲骨が下がらなきゃいけないんですね、はい、あ、そうですね、手を上げていくときに肩甲骨が少し下がるようなイメージですね、はい、こういう動きができなきゃいけないんですけども、うん、往々にして皆さん肩甲骨が上がっちゃってる方が多いので、はい、少しでもこれを下げてあげる、そのための肩甲骨のストレッチになりますね。このストレッチっていうのはすることによってこう効果が得られる、はい、まずは可動域ですね、はい、あ、可動域、可動域、動く範囲が広がるということと、はい、もちろんそれを動かす筋肉の血流の改善、これが一番の効果になります。なるほど。今血流というお話出ましたけれども、例えばお風呂上がりがいいとか、うん、そういったなんかおすすめの時間帯みたいなのはありますか。はい、お風呂上がり非常にいいと思いますね。あとは朝起きてすぐの時ですよね。まだ循環症、はい、まだ循環がね、まあ、良くないので、まあ、朝のラジオ体操と思ってくれればいいと思うんですけども、さあ動き出すぞの前の、はい、まあ、準備体操と一日終わって疲れた体をほぐすための、はい、まあ、ストレッチ体操、まあ、この朝晩の2つでいいと思いますね。
準備体操とストレッチ体操、はい、あ、じゃあ本当にストレッチをちょっとね日常習慣に、うん、運動習慣にするといいですよね、はいはい、いかにこれを生活の中に入れ込んでいただけるかということが重要だと思います、はい。いや、このストレッチ自体というのは、まあ、今回こういったストレッチは肩こりに対してどういった効果が得られるんですか、はい、まずストレッチをすることによって緊張が取れます、はい、自覚症状として肩が凝っている症状が取れてきますので、まず軽くなる、あ、軽くなる、はい、あとは循環が良くなるので、はい、これは肩だけではなくて手の先まで、あ、血が行き渡るよというような感覚を持つ方もおられるので、はい、まず循環の改善ですよね。やっぱりこうストレッチとか運動とかちょっとすると体が温かくなるような感じがするのは、やはり血の巡りが良くなってるから、血の巡りですね。あとは意識的にリフレッシュするということもありますからね。やはり動かすことを嫌いになるのではなくて、はい、動かすことによって、あ、体がリフレッシュするよという感覚を持っていただければなと思いますね、うん、まあ、こう緊張した状態だとこう体も、ね、緊張してしまいますもんね、はい、あ、じゃあ筋肉が柔らかくなるのを感じながらやっていただければ、ね、まさに筋肉と対話しながらという感じですね。筋肉と対話しながら、はい、なかなか難しいですけど、はい、はい、このストレッチについてなんですけれど、逆にこう注意しなきゃいけない部分とか、はい、気をつけなきゃいけない部分というのはありますか、はい、まず痛みがない範囲でやっていただきたいというところですね、はい、痛みがあると体というのは防御反応がありますので逆に縮こまってしまうんですよね、はい、ですので痛くない範囲で、まあ、皆さんレベルがあると思うんですけれども、限りなく痛みがない範囲でやっていただきたい、はい、まあ、これが重要ですね。反動とかつけてしまうのは良くないんでしょうか、はい、あまり反動つけない方がいいですね。ゆっくりと伸ばすようなイメージで、はいはい、そうですね、ストレッチを行っていくといいんですね、はい、先ほどいろんな肩こりの原因あるというふうに伺ったんですけど、それ気になったのが顎っておっしゃってませんでしたか、はい、結構顎のストレスがですね、はい、肩にくることってありまして、はい、よく噛み合わせですよね、噛み癖というのもありますけども、はい、あと一般的に肩が凝る、あ、肩が凝る、首が凝るってこう後ろを押さえるんですけども、はい、中にはですね、あ、首が凝るって前を押さえる方って結構いるんですよね。となると、じゃあどこかから来てるのっていうと、やはりこう歯ぎしりをしたりとか、はい、噛み締めの部分ですね、はい、そうすると首の前の筋肉が緊張しますので、はい、ぐっとなって顎が引いてしまうので、よく言われるストレートネックっていうものになってしまったり、ストレートネック、はい、聞いたことありますね、はい、そこから肩が凝るという症状が出る方もいますね。じゃあ本当に顎を噛み合わせというのも関係してくるんですか、はい、重要ですね。他にもありますか、はい、あと意外な原因、はい、目ですよね。目も原因になるんですか。結構ありますね。こう視力、よくガチャ目とかって言い方をしますけども、はい、まあ、利き目とそうでない方というのがあるんですけども、はい、まあ、皆さんよく利き目どっちだろうという時にですね、ですか、こう三角形を作っていただいて、はい、三角形を作る、はい、そうです。私の顔をですね、この三角形の中に入れていただいて、はい、両目で見てもらいます、はい、はい、そうですね。で、その状態から片方の目をつぶってみてください。片方の目をつぶる、はいはい、今度は反対です。反対の目つぶる。さあ、私の顔、入っている方がなんかちょっと普段見てるのと違いますね、はい、そうです。入っている方の目が利き目ということになりますので、はい、若干人間2つ目ありますけどもね、はい、得意な方で見がちという方がありますので、うん、そっちで見る方の目も疲れますし、そっちの方の肩が前に入ってしまうとか、はい、こういうところから原因がなることありますので、あ、じゃあそこから姿勢がやはり崩れてきたりとかで、はい、まあ、肩こりの原因になってしまったりするんですね、うんうん、はい、さあ、では改めてなんですが、最後、普段気をつけること、心がけることどんなことでしょうか、はい、やはりですね、まず動かすということが重要になってきます、はい、実際人の体は静止することができないので、どう動かしながら、まあ、自分の緊張、癖というのがありますけどもね、はい、まあ、動く習慣、まあ、循環を改善するという意味では運動というのが一番いいと思うので、まあ、それを習慣づけていただければなと思いますね、はい、まあ、今回は、まあ、原口先生の生き生き元気術テーマ第1回は肩こりでした。さては原口先生、4回のシリーズということで、はい、次回はどんなテーマをやっていただけますか、はい、次回はですね、腰痛、腰の痛みということになりますね。腰の痛み悩んでる方多いですよね、はい、よく国民病とも言われますけど、非常に多い、はい、まあ、痛みですね。はい、ということで9月11日の放送です。皆さんぜひお楽しみに。さあ、本日のゲストは帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科准教授の原口力也院長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では次回は25日木曜日の放送です。また皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。